はい、皆さんこんにちは、ルカです。この番組では皆さんが気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なお、在宅確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。さて、今回ご紹介する商品はこちら、 G&G 電動ガン CM16SRL M6 ブラック、軽量ハイスペックなフィールドウェポン。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意、その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、サイズですけれども、全長が一番短い状態が 720mm、 一番伸ばした状態が 817mm、高さは 267mm、 重量は 2500g、 これは空マガジンを含む実測となってます。相談数は105発、使用バッテリーはストック内にリポ 7.4V ミニスティックタイプなどが収納可能となっております。 MOSFET ETU 搭載、セミオート単発、3点バースト、フルオート連発発射、切り替え式の電動ガンになります。アルミ CNC 超軽量 M6 ハンドガード搭載、 MOSFET ETU によるフルオート3点バースト高に加え、驚異のセミオートレスポンスを実現、軽量ハイスペックなフィールドウェポンとなっておりまして、 MOSFET ETU による高いセミオートレスポンスと3点バースト機能、これはセミオート10秒引きっぱなしによるフルオートモードの切り替え機能はもちろん、ナイロン樹脂フレームの軽量さ、扱いやすさを追求した人間工学的設計の外装など高いフィールド志向を持っております。 M6 レールが左右と下に、ついておりまして、トップには 20mm レールがついております。これね、ハンドガードには M6 対応のオプションを取り付けることができますし、トップには光学機器を取り付け可能で十分な拡張性を持った本体となっております。ストックは伸縮式で GOSV8 ストックを装備しております。ポップアップはチャージングハンドルを引いていただくと、こちらにねダイヤルが見えますので、こちらで調整してください。サイトの方はフロント、リアともに、フリップアップのね、サイトとなっております。で、まあ普通にこれも大きいので普通に狙いやすいサイトだと思います。セーフティーセレクターは左側だけですね。こちらセーフティーセミオートフルオートとなっております。それでは実際に打ってみたいと思います。はい、シューティングレンジやってまいりました。弾速の方を買っていきます。 86.57、 86.86、 はい、5m 打ってきます。7m、フルオート、なんもないところ。3点バーストはセミオートの状態にして一発打って一発なし10秒ぐらい。はい、今ピーってなりました。で、フルオートポジションにするとこれで3点バーストになってると思います。はい、バランスいいんじゃないかな。一番僕は好きなタイプ、一番オーソドックスな長さで、取り回しもそこそこ。まあ多分ね、インナーバレルとかも含まれるとこのぐらいが一番チリンダー容量とかのねバランスがいいんじゃないのかなと思うんですけれども、まあちょっとね、これはメーカーさんとか、まあ機種によってもね若干違うんで、絶対この長さがいいってわけじゃないんですよ。で、ストックもね、ガタつきもほとんど、なくて、で、大きいんで構いやすい。ただまあもちろんね、コンパクトモデルと比べると少しこう大きさがね違うっていうのはあるんですけど、あとこれね、今後ろにこのバッテリーが入ってますけど、配線がねあるんで、あんまりこう最後まで行ったりしないようにして、注意して運用していただければなと思います。あとここもね、なんかラバーっぽい素材でね、優しい。ここら辺ねカコンって当たんないし、ヒゲが生えてるとね結構ね挟まるんですよ、このストックって。ヒゲ挟まって痛い痛っって、無理くりヒゲ抜かれてるようなもんだからね。でもね、これね優しい、ヒゲ生えてる人おすすめです。はい、いかがだったでしょうか。皆さんもぜひ使ってみてください。さて、今回ご紹介したのは G&G 電動ガン CM16SRL M6 ブラック。ご購入は模型パドックのホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますのでチェックしてみてください。この番組は毎日更新しております。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。